いっぱいいらっしゃるんで、なんやろ、試食の時になるとちょっと席満員になるみたいなのありますよね。今日はね、あの少しずつですけども、はい、あの皆さんに食べていただきますので、そうですね、はい、見てくださいこれ、包丁さばき、さすがに料亭でしたっけ、あ違う、割烹、割烹、もうそこで磨き上げた腕と、おっと、さっき言いましたみたいな、はい、駅前の川商というね、はい、割烹屋さんでいてますんで、はい、イベントで見たで兄ちゃんって言うてくれたら